ングトップ3。イエイ。はい、イケボです。さあ今日はですね、 FF7 リメイクをプレイし終えて、あ、このキャラ好きっていうね、キャラ好きランキングトップ3をね、ちょっと発表させていただきたい。そしてそのキャラについてキャラ愛をね語らせてほしい、そして聞いてほしい。そんなね、もう独断と、偏見と趣味に偏った内容で今回もねお送りしていこうと思います。よかったらねお付き合いください。はい、いやもちろんさ、あの全部のストーリーまだ出てないから、 FF7 リメイクまででね出てきたキャラの中でランキングトップ3をね発表させていただきたいと思います。もうね、何様目線だよっていう感じで勝手にねこうランキングつけさせてもらったんだけど、いやね、魅力的なキャラが多すぎてちょっと大変だったし、もうトップ5、トップ10とかまで余裕でいけるんだけど、もう理由とか語ってたらね多分1時間ぐらいかかると思うので、トップ3でね3をね発表させてもらいたいと思います。はい、じゃあもうね早速いきますか。はい、ではね、私の好きなキャラランキングトップ3のまず第3位なんだけど、これはね、そのキャラなのって思われるかも。なんか私のストーリープレイ動画をね見てくれた方は、その私の動画見てる中ではわからないと思う。え、このキャラそんなに好きな感じだったのみたいな。はい、じゃあね早速第3位を発表します。第3位はトゥルル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 パン。はい、ソンさんです。はい、どう、意外かな。ゾンさんがね第3位なんだけど、これはね、そのそもそも出番も少なかったと思う、リメイクで。だからみんなに、じゃあゾンさんがなぜ第3位にランキングに入るほど好きかって説明しようと思うと、このシーンのここがめちゃくちゃかっこよかったじゃんっていうのが分かりやすくないからさ、出番の少なさゆえに、これがねすごく難しいのね。この理由を説明しようとするとなんだけどね、私もこれすごく意外で、オリジナルをプレイした時、全部プレイしてもゾンさんってここまでね順位が上じゃなかったの、私の中で好きだなって思うキャラで。なんだけど今回改めてリメイクをプレイし終えて、出番も少ないのに終わってみて、いやゾンさん好きだなって、うん。で理由がね、まあ、自分でも考えてみたんだけど、もうあのね多分大人の仕事できます感なのかなって。うん、あとさ、自分の感情を出すところがあまりない。何考えてるのかわからないけど、自分のその仕事のそのポジションに合った言動しかしてないから、中身がよくわかんないから、なんか気になるみたいなものなのかな、わかんないんだけどね、ほんとうまく言えてない。ごめんね。でも例えばさ、あの7番街プレートを落とすっていう仕事がタークスに回ってきた時に、その実行部隊としてはレノとルードが実行部隊としてその現場でねプレートを落としたんだけど、そのレノとさルードもさ、仕事はきちっとやりますと。なんだけどその身内の中ではさ、ちょっと人間らしい部分、自分の感情に沿った人間らしい部分って出すじゃん。あれって本当に必要なことだったんだろうかとか、そのずっと気にしないなんて無理だって引きずってたりとかね。そこでもゾンさんもさ、その人の命をほふるのが大好き、楽しいなんていうことはないと思うの。だけどそれにこう何も自分の感情を乗せては喋ってないじゃん、何も触れないみたいな。まあもちろん主任っていう立場だから、自分の下がいるからね、その自分の不満とかを口に出すべきではないのかもしれないけど、それがもうできてるっていうのもすごいじゃん。ザ仕事人間みたいな。あとね、ルーファウスさんと真逆なのもなんか良くて、私の記憶が確かだったら、多分ねルーファウスさんとチョンさんって同じ年齢だったと思うの。
なんだけどさ、もう全然真逆じゃん、あの2人って。ルーファウスさんってさ、まあ言えばね、ちょっと中二病とあの人の上に立つ帝王性を掛け合わせて大きくなりましたみたいな。で、あの人の上に立つにはあれで正解なんだと思う。で、対してツォンさんっていわばもう腹心にぴったりですみたいな感じ。で、私はそのあえてその感じがちょっと魅力的に映るというか、だからオリジナルをプレイした時ってそこまでそんなに思わなかったんだけど、でもオリジナルをプレイした時から私もまた改めてプレイしてる時に、月日が経ってるじゃん、ちょっとその人間として年月を重ねてるから、またこう魅力的に映る部分が自分の中でも変わってるのかなってね思った。ツォンさんに対してこう思うってことは私も変わったんだなって、思いました。やばい、ツォンさんだけでこんなに話してる。まださ、トップ1っているのにさ、ちょっと手短にいこう、ごめんね。はい、じゃあトップ3はね、ツォンさんでした。はい、ではトップ2に行きたいと思います。トップ2はね、もうプレイ動画で見てたらわかると思う、みんな。はい、では好きなキャラランキングトップ2は、トゥルル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 ルパン、レノです。イエイ、レノイエイ。これはね、あのもう分かったと思う、レノレノってよく言ってたから、プレイしててね。いやね、レノはね好きなんですよ。もう中身がとにかく好きで。でもさ、3位に挙げたツォンさんとまた真逆じゃん、レノって。なんだけどレノはね、こうね、なんて説明したらいいんだろう、いいところがいっぱいありすぎて逆にこれもうまく伝えれるかわかんないんだけど、レノってさ、もうパッと見めっちゃチャラいじゃん、ちょっとチンピラ風ですみたいな。なんだけど仕事めっちゃちゃんとやりますみたいな。でさ、そのタークスの仕事って、まあちょっとね、人に言えないような闇の部分だったり、汚いような仕事を、まあ仕事がね多いと思うの。ちょっとクラウドとかも言ってたけどね、その暗殺とか言ってたけど、そういう汚い仕事もちゃんとやりますと。その7番街プレートをね落とすっていうのもちゃんとやりますと。なんだけど、でもその人をほふるのが好きではないじゃん。そういう仕事、そういう汚い仕事に対して辛いなっていう感情ってちゃんと持ってるじゃない、レノって。ちゃんと持ってて、それをちょっとポッと吐露したりするんだけど、でも仕事としてはちゃんとやりますという、そのなんか仕事に対するポリシーみたいなのって、なんかこうね、見習うべきところがあるんじゃないかなって。なんかさ、そのレノのセリフでね、どんな仕事でも楽しむのがプロフェッショナルだぞっとって言うんだけど、もうなんか素晴らしくない姿勢として。で、仕事は楽しむものだ、どんな仕事でも楽しむものだって思ってるけど、辛い仕事はちゃんと辛いっていう気持ちも持ってる、でもちゃんとやる。で、すごくなんか柔軟でさ、その FF7 リメイクではその出てきてないんだけど、そのオフがちゃんとしてるんだよね。例えば自分が休暇中だったら、休暇中だから仕事はしないんだよ、俺のって。だから例えばさ、そのクラウドたちといわばまあ敵対位置じゃん。位置としては、組織としては敵だから、戦うこともあるんだけど、自分が休暇中だったら敵じゃないの、別に。クラウドとかは今日俺休暇中だから別に戦わないよみたいな、見逃してあげるよみたいな、なんか柔軟性を持ってるっていうか。で、その逆にさ、休暇中だろうと仕事をしようとする熱血感的な人間には、なんかそんなのただの仕事バカだぞってちゃんと諭してあげる部分とかもあるっていうかね。もうそういうところがね、なんか魅力的だなって思って。で、なんかそのリメイクでさ、エアリスと再会する時、
五番街魔航路爆破の後戦闘してヒューって落ちちゃってさ、教会のところにクラウドが落ちて、エアリスと再会するときにエアリスに話しかける前にさ、もう教会出て行こうとすると、あれってさ、エアリスに話しかけるとさ、レノがバーンって入ってくるじゃん。最初邪魔するぞっとって言って入ってくるんだけど、あれエアリスに話しかけないでさ出て行こうとするとさ、出れないんだよね教会から。でレノの声だけなんかもう少し時間をやるぞみたいなことを言ってくれるのねちゃんとあれなんか外でちゃんとレノは待ってくれてるみたいななんかあのオリジナルでもそういうとこあるんだけど、いやああいうところがねなんか好きなんですよ。あとさ、もう単純にさ強いじゃん。これもね記憶が間違ってたら申し訳ないんだけど、レノってさタンクスのエースポジションだと思うので、まあ、単純にものすごく強いと。だってさ、ソルジャーじゃないんだよ。魔法の力一滴ももらってないんだよ。魔法全然浴びてない、もう生身の人間なのにあんなに強いんだよだけどさ、そのレノのポリシーというか、多分その人をむやみに傷つけるのが好きじゃないっていうのがさ、もう武器にも現れてるじゃん。何あの短い棒みたいな、ちょっとバチバチするあの短い棒だよ武器あんなんでさ、もうめちゃくちゃ殺傷能力高そうなでっかい体験持ってるクラウドとあんな戦うんだよ。強いじゃんもう単純になんかね、そういうだけど全部合わさって、なんか面白くもあり、なんかこう学ぶべきところもあり、なんか愛すべきところがいっぱいあるキャラに私には映るんだよね。うん、やばい、もうさ喋って10分ぐらい経ってない？やばいやばい、まだトップ1が残ってるのに、本当にごめんごめん、ちょっと駆け足で行こう。はいはい、ではね、はい、じゃあ第3位ゾンさん、第2位レノと来て、サイフ F7 リメイク好きなキャラランキング第1位はトゥルル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 ルイエイいやもう分かってたよね、分かってたと思う。どうせティファでしょって私の動画を見てくれた方は思ったと思います。これね、なんでティファを好きになったかっていうとね、これ自分でもすごく意外だったの、ティファを好きになったことって。一番最初にさオリジナルをプレイさせていただいた時に、プレイする前にさあ、このキャラ、このクラウドが主人公です、あ、こういう見た目のこのキャラが主人公なんだ、あ、他のキャラもこういう感じのキャラが出てくるんだって、プレイする前にまあなんとなくビジュアルでわかるじゃない、キャラ見て。でその中でね、私的にはなんとなくエアリス、この子がヒロインなのかなって思ってたの、プレイする前って。だから、まあ、どんな物語でもさ、ヒーローとヒロインっていうポジションってあるでしょ。で、まあ、ヒーローがクラウドならヒロインポジションはエアリスなのかなって思ってたので、私ってね、ヒーロー補正、ヒロイン補正っていうのがかかるね人間なの。だからヒーローっていうだけで、主人公っていうだけで無条件に好きになるし、ヒロインっていうだけで無条件にそのキャラのことって好きになるの。だからエアリスって子がヒロインポジションなんだろうなって思ってプレイを始めたのね。で、まあ、最初にさエアリス出てくるじゃん、花をもらう、あ、エアリス出てきた、可愛いなって思ってて、でもね、そっからしばらくそのエアリス出てこないじゃないエアリスとまた会うまでにまあまあそのティファと過ごす時間が多いと。7番街でもそうだし、じゃあ5番街魔航路を破壊するっていうミッションとかも一緒に冒険するしさ、でその一緒に過ごすうちに、あれ、なんかこのティファってこう可愛いなってなんかだんだん思い始めちゃったの、自分の中で。でもな、エアリスっていうヒロインの子が、ヒロインはエアリスだしなみたいに思ってたのね私。だけどなんかティファ可愛いな、なんかティファ気になるな、あれ、なんかティファいいなみたいな、私の中でだんだんそのティファに対するその好感度がめっちゃ高まっちゃってでね、もうそのもう極めつけ、もうとどめは、もうもちろんその本編のプレイ動画の中でもちょっとポロッと言っちゃったんだけど、そのクラウドとティファのあの過去の思い出の映像を見た時、ちっちゃいクラウドとティファがさ、その
俺ソルジャーになりたいから村を出ていくと、明日ミッドガルに行くよ。でティファもそのじゃあ大人になったら助けてねみたいな幼い時のあの約束みたいなのを見ちゃった時に、わあティファ、私ティファ好きだ、ヒロインじゃないと思うけど私この子なんか好きだって、なんかこの心をね掴まれちゃったのティファに。でティファ好きだなって思ったところで、まあまたちょっとティファたちと離れるじゃない。5番街魔航路で戦闘してクラウドだけちょっとピューって落下しちゃってさ、その落下した先でエアリスと再会するんだけど、でそっからはさエアリスとまた冒険というかエアリスのターンっていうかね、エアリスと一緒にいるっていう時間が長いんだけど、まあ、そこでね、じゃあなんで、じゃあそのそこでさエアリスと過ごす時間で、あ、やっぱりエアリスもいいな、エアリス好きってなる可能性ももちろんあったと思うんだけど、そこでね、じゃあなんでそうならずにティファが好きなままだったかっていうとね、これね、もう本当にこの偶然のいたずらというか、その先にさティファと過ごしちゃった分、ティファが好きってなっちゃってるの私の心で。で、あ、やっとエアリスと再会しましたと、まだお花もらったとことでしかあんまり触れ合ってないと、で、どんな子なんだろうってなる前にさ、あのエアリスのさもう最大の魅力というかいいところで、あの大胆さと積極性じゃん。なんかさエアリスって清楚な見た目なんだけど実は大胆で積極的、中身は。でティファってすごい大胆な見た目なんだけど中身は奥手みたいな。エアリスとティファってさ見た目と中身が逆になるようにこうコンセプトとして作られてるでしょ。でそのエアリスのめっちゃその積極的で大胆なところがあれね、なんかねちょっとねリアル世界で現実世界で考えてみてほしい。なんかねちょっと諸刃の剣なところがあるでしょ、あの積極性って。で私ねそのねもう本当にね運命のいたずらっていうかティファが気になっちゃってるもんだから、ティファが好きってなっちゃってるもんだから、そのあエアリスどんな子なんだろうってなる、もう前にすごいこうあの積極性と大胆さでグイッてその来ていただいて、なんかね罪悪感を感じてしまって、あちょっと待って、あの私今ちょっとティファが気になっちゃってるから、こ答えれないかもしれない、答えられないかもしれないから、ちょっと待ってっていう、なんかもう罪悪感がすごくてエアリスに対して。でねそのエアリスがグッとティファを覆えるところまで行かなかったんですよ、オリジナルでは。でずっとティファの方、ティファが好きかなっていうまんまだったんだけど、でもね今回さ改めてリメイクをプレイすると、うわエアリス可愛いと思って、あれ結構ね本当にグラグラ仕掛けた。エアリス可愛いじゃんって。今回のリメイクのエアリスはもうなんか魅力はやばい。なんか本当にグラグラしてた。でね、そのあのエアリスの積極性の私の中でも最強の積極性だなって思うのがジェシーなの。ジェシーってさ言ってみればエアリスよりもちょっとこう色気を含んだ積極性と大胆さがあるじゃんジェシーって。なんだけど外しどころが抜群にうまくてめっちゃグイってくるんだけど、なんつってみたいな感じで抜群に外すんだよね、相手に負担にならない感じで抜群に外すのがすごくうまくて、ジェシーはやばかった本当に。だからねそのティファが好きっていうその根本は変わらないんだけど、オリジナルの時から好きだしリメイクになってもやっぱり可愛いな、やっぱりティファ好きだな、うわーティファ懐かしい、もう涙出そうでリメイクでね初めて見た時もうすごい込み上げるものがあって変わらず好きってなるんだけど、対してエアリスとかジェシーの自分の中での伸びしろがすごかったの。その昔のオリジナルの時で、あの思ってた思い入れよりもグーってなんかこう魅力として伸びてきたから、うおーってね自分の中ではなったかな。なんかね あれに似てるかも。例えるなら、分かりやすく例えるならビアンカフローラ問題みたいな。なんかそのビアンカ派なんですよ。
もうだって最初にビアンカと出会って、ビアンカと冒険して、ビアンカとの思い出があるから、どっちか選べって言われたらビアンカを選ぶんだけど、映像とかも綺麗になってキャラに声がつきましたと。そしたらフローラめっちゃ可愛いじゃん、え、フローラの声って原沢香菜さんじゃん、めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ魅力的じゃん、でもでもどっちか選べって言われたらビアンカなんだよっていう、なんかあれの感覚に似てるかな、うんはい。まあそのドラクエ5と FF7 で状況が全然違うから、比べてそのどっちか選ばなきゃとかそんなことないんだけど、その今回はね、なんでティファをどういう経緯で好きになったかみたいなのを話す上でね、ちょっとエアリスという存在がね欠かせないんで、ちょっとね名前を挙げさせてもらって、でエアリスを話すならちょっとジェシーの魅力も今回すごすぎたから、ここもちょっと話しておきたいみたいな感じでね、ちょっと話させてもらいました。待って、やばいやばい、まためっちゃ喋ってる、時間がなんかさ10分くらいの動画にしたかったのに、やばい20分くらいいってるよね。はい、いやね、もっとね語れるんだよ、でもねダメだ、時間がね長くなっちゃうので、このくらいでねちょっと終わりたいと思います。うん、はい、第3位ゾンさん、第リーネの、第1位ティファ、ロックハート、好きなキャラね、ランキングを本当に勝手ながらねつけさせてもらいました。うん、まだね出てきてないキャラたちもちょっと楽しみです。はい、というわけでね、今回のイケモン通信じゃないや、ごめん、なんか雑談してる気分になっちゃった、ごめんね。 FF7 リメイクキャラランキング、このキャラ愛について語りたいの回でした。はい、お付き合いくださってねありがとうございます。またね次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。